ちは。ですね、今日はまあちょっと2日目のね、バイトの日になりますけど、それでですね、昨日のね、雇いの帰り道にね、ヤマハの三輪スクーター、トリシティの 155cc ですかね、まあこれがねちょっとね駅の駐輪場にね、置いてあるのをねちょっと発見してね、ちょっと撮影していきましたけどね、カラーはねブルーで、なかなかね見た目はグッドって感じで、はい、メーターの周りのね視認性も良いようですね。はい、まあ二輪と比べるとね多少は、重量はまああると思うんですけどね、安定感と、まあ、安心感があって、まあこういうバイクもねなかなかありだなと思わせる、まあ、スクーターです。はい、ですね、まあこのスクーターのね見た目なんですけどね、前から見るとね結構ねなんかちょっと仰々しい顔つきをしてると思ったんですけどね、イメージ的に、まあ実際に 実物を見てみるとね、まあまあそんなこともないような感じでね、結構いいなという感じで、はい、それと二輪よりもね三輪の方がねコーナーの安定性、まあブレーキ制動能力っていうかな、短く止まれるっていうか安全に止まれるようになってるっていうような、まあ、説明も、ホームページの方ではありましたけどね。はい、まあ155はまあ高速向きに振ってあって、まあ同じくまあ一つ下の125の方のトリシティの方はね、まあ、街中で扱いやすい、まあ、低速トルクがある、まあ、なんていうかな、シートの方もね、結構柔らかめで、まあ、まあ街中にはね快適でっていう感じですね。はい、まあ、安定性の寝心地はまあソフトっていう感じです。はい、そうなんだよね、ちょっと長くなりましたけど、この辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。